次は何しようかな。ドスマッカーもいいか。ホロドフルをちょっとよくわからないやつで練習しようと。スラッシュアックスかな。スラッシュアックスの絶対回避はいらんわ。武士道のスラッシュアックス、武士道のスラッシュアックスで強いんかなと、強そうだなと思いながら体験版じゃない、東京ゲームショーでしなかったかな。モンハン 3G かな、 3G の時のメイン武器だったからな、スラッシュアックス。スラークがどんだけ強いかちょっとやってみようと。回避。あれ武士道じゃなかったっけ、早すぎたか。どこで変身できるの、ここか、ここだ。そうなんだよ、こうなってしまったんだよな。ターン。あれ X 連打でいつもと動きがまた変わってる。 X 連打で違う動きになってる。 X? あれ縦切りっていうのができなくなってる。痛いな。ちょっと。そう、これ武士道なんだって。何してんだ俺、武士道はなんだ。武士道っぽいことしてないな。ホール言いながらこっち来た。行け。顔が下向いて、下じゃない、後ろ向いて。よ、いつ攻撃するんだったっけ。ちょっとこいつの声、ぴょりすぎじゃないですかね。あなた、ザンギフですか。やっぱり武士道いらんわこれ。この基本この動きだからな。このスパンって横に避ける動きでいいからな。よっ、見て。反対向くやつだ。落とし、あ、何で吹っ飛んだ。あ、寝るやつや。どこや、元気ドリンコ。ほるほる言いながら来た。ほる言いながら来た。次では名を置いて。またか、鱗粉巻いてるのか。鱗粉巻いてからどうすんのでしょ。なんかまるでモスラだな。モスラーゴジラ怪獣大決戦だった。大怪獣なんちゃらかんちゃらです。あのモスだみたいな。銀粉を巻いてピピピピーです。そんな知ってる人いないよ。あの神ゲーを知ってる人はなかなかいないよ。なんかカラスが急にいっぱい来た。カラスが落ちてきた。指輪に誰も引っかかってこない。うわ、こっち飛ばしてた。まるでモスだな。ピピピピピーってやつ。くそ。いつで、トランスラッシュ、グラン、当たりません、そこ当たりませんから。あれ、辛いもんがあるな。落としちゃうんで止まっちゃう、痺れ罠で止まってるモンスターに対しても、あんな動きされたら、たまったもんじゃないな。そして初めて武士道、あ、そういう動きにするのね。初めて武士道っぽい動きをしたと思った。あ、でもこんな攻撃まで無敵がつくなんて最高じゃないか。無敵ちょっと強すぎだよな、武士道。回避せんのいらんねえよなっていう。あ、ハテナが向いてるから、追いかけてくれなかった。グローン。多分あの後からさらに追い打ちができるんだ。
そう、やっぱりこう変身ができるというわけだな。何した？ドスン、あれドスンじゃなかった、ハテナついてる。こっち来た、やばい、死んでしまうとは情けないなってな、死んでしまうとは情けないになる。フルドさん強いんじゃないですかね、強いんじゃないですかね。違う、俺が使えない装備と。いや、スラッシュアックス昔のメインだって、武士道ができないだけだ。そうに違うね。自分からわざと突っ込んでいく。武士道あったら再生のいらんよなこれ本当。ちょ上がれないですけど、上がれないんですけど。トゥーンができないんだな。これはどうなんだ。あ、ただ上に切ってるだけじゃないか。2回しないのか。こいつからのススからのただ向きも変えれない、向きも変えれない。こう変わった、変わった。これ当てるのほんとつらいな、これ当てるのほんとつらいぞ。いて、どこに向いてるのか分からない、どこに向いてるか分からないようにピヨピヨする。またピヨピヨしてる、このハテナ。残りかすに当たって、おピヨピヨしてる。ダメです、ダメです、許してください、もう許して。またピヨピヨ、またピヨピヨ、待った。ピヨピヨならないっていう装備がきっとできるんだろうな。これはでも欲しいな、ピヨピヨならないっていう。ピヨピヨじゃない、ハテナな、カビヨンじゃない、当たりに行ったのだ。よし、治った。もういいだろう、もう。マジか、ないない、ドリンクドリンク、もういいじゃないか、襲ってこないで。よし、これは辛いな、このモンスターは。このモンスターは体験で遊んでた。はいで、しゃ、はじかれるだと。あれ、切りながら変形って言われるんだったっけ。 A ボタンはなんかまた変わってる、いろいろ変わってる。 A ボタンしたらドゥンドゥンが出た。ちょ、毎回なんか変えられていくスラッシュアックス、マジかわいそうっす。倒してしまった。スラッシュアックスの仕様変更ちょっとかわいすぎじゃないか。あれ、剥ぎ取れるぞ。何が剥げるんだろう、次取ってみよう。ピポピポン、羽とかかな。ということで、武士道なのに全く武士道をしなかったスラッシュワックスでした。